無職独身50代ともです。本日もよろしくお願いいたします。1月23日の土曜日ですね。まあ土曜日っていうのは結構気持ち的には休みっていうイメージですよね。私無職ですから、まあ、365日休日ですから、その土曜日の感覚はなくなると思うじゃないですか。でも意外とですね、土曜日、日曜日は休日だっていうイメージが1年ではやはり取れないんですね。なんか平日月火水木金とは違うような感じがしますね。で今夕方5時頃ですけれども、なんかすごい落ち着いた空気がなんか流れてるって感じですね。まあそれはいいんですけど、まあ無職だからもういずれにしても関係ないんですけど、で今日はですね、でこれからどんどん失業者の方増えると思うんですよね。今日ネットサーフィンしてましたら、世界経済フォーラム WEF の世界経済フォーラム2025年にはその労働力の半分が機械化されるっていう記事載せてたんですよね。これはちょっと極端ですよ。2025年ってもう4年後じゃないですか。いくらなんでもこの4年後に労働力の半分が機械化されるかって言ったら、これほぼありえない話だとは思うんですけれども、ただそれだけその機械化が加速していて、その今後、まあ、事務系のお仕事とか営業とかそういったお仕事っていうのはどん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 萎縮していくんだろうなとは思いますね。でそういった状況は今後どんどん激しくなってくると思いますから、そう考えましたらやっぱりですね、営業が多かったり事務系の事務処理の仕事が多かったりする企業、そういった方を抱えている企業はリストラせざるを得ないですよね。言葉は悪いんですけど、それでやはり世の中に失業者が世界的にも増えていって、それでまあ必然的に無職も増えるっていう流れになるんでしょうね。ただですね、その機械化されたら機械化されたで、まあ、新たな仕事っていうのがどんどん増えていくじゃないですか。ですからどういった形で、まあ、世の中が特にこの日本が展開してくるかっていうのは分かりませんけれども、まあ、少なくとも直近で言えば、まあ、無職が増えてくるんだなと私個人的には感じてます。で実際早期退職も今年去年に比べてもう多いですよね。もうスピードが加速してますよね。だからちょっと無職になる方のためにもやっぱり動画は今後も上げていこうかなと思ってます。無職の2個がちょっと来ましたんで餌あげますね。それでですね、今日思ったのが、私も無職になって1年2ヶ月なんですよね。昨年の11月末に退職しましたから、もう1年2ヶ月あっという間だったんですよね。でその経験からちょっとお話しさせていただくのですけれども、まあトータル的に言ったらいい無職生活ではありましたよ、ここ1年は。まあそれはですね、 YouTube があるからです。私 YouTube がなければこういった安定した精神状態じゃなかったんだろうなって今では思います。それでですね、これから無職になる方いろいろ不安だと思うんですよね。例えば来月からだとか3ヶ月後半年後もう無職が確定している方なんかはすごい不安だとは思いますけれども、最初にですね、やっぱりやることはやるべきですよね。っていうのも、私と同じ条件で辞めた人間って前の会社いっぱいいるんですよね。で今もこう連絡取るんですけれども、やっぱり大きく2つのパターンに分かれるんですよ。で1つのパターンとしては、もう辞める前にいろいろこれをやろうとか、まあ私そうなんですけど、辞める前にこういうことをしようかな、でこれぐらいのお金があればなんとかなるかなって考えて辞めた人間は意外とですね、その精神的には安定してるんですね。で次につながったりしてるんですよ、見る限りは。私の周りですよ、少なくとも。であともう一つのパターンで、とにかく会社が嫌だから辞めようっていう方とか、まあ、早期退職お金が大きいからちょっととりあえず辞めようとか、でギリギリまで悩んで最後流れもうノリみたいな感じで辞めますって言った人、このパターンの人ってすごい苦しんでますね。っていうのもですね、このパターンの方々は次就職する上でもその前職の条件、福利厚生とか全ての条件ですよ、とあまり
まあ、遜色のない会社に採用できるなって思ってる方が多いんですよね。で、ある意味自信家っていう意味ではいいんですけれども、少なくとも企業のブランドを使って仕事をしてたわけですから、このブランドがなくて裸一貫で勝負するときにはやっぱりその人の価値ってかなり落ちるんですね。ですから前と同じような会社の同じ福利厚生そして給与でいけるわけがないんですよね。ですからこれだけは、これ当たり前の話ですけどよく言われてますし、これだけは本当にきちんと認識しておかないとまずいですよね。で、普通認識してるようでも実際無職になってこう活動してる方、私周りに結構いるんですけれども、こう電話で話してましてもちょっとそのあたりが欠けてるんですよね。いや条件が悪くてさとか、いやちょっと1割ぐらい給料落ちるらしいんだわ、だからやめようかなと思ってるとか、そういった方意外といて、私からしたらへっていう感じなんですよね。転職自体は、まあ、上がる転職もありますけど落ちる転職がほとんどだと思うんですよね。給与的には50代ですから。でましてやですね、早期退職で辞めた人間は4割ぐらいはダウンして当然だと個人的には思ってるんですけどね、それが受け入れられないみたいですよね。でそういった方がですね、で私と同じ1年以上こう無職であったパターンも、5、6例あるんですよね、私の周りに。ただやっぱり精神的に安定してないですね。それで次の仕事を調べる探すというよりも、もうなんかモチベーションが落ちちゃって、もうこのままなんとか食いつないでいくかっていう、どっちかってネガティブシンキングになっていってますよね。今までポジティブだった人もそうなってますから、ここは本当気をつけてほしいと思いますね。ですからまあ私誰だといつも話してますけど、これから無職になる方はその会社を退職する前、数ヶ月ぐらい前からやっぱり次のステップっていうのを考えるべきだと思います。そしてでさらにですね、給料は下がって当たり前だということで、そのお金よりも好きな仕事、そして時間を大切にできるような仕事、そういったものを見つけるようにしてほしいですね。そうしないとその無職になってからの数ヶ月っていうのは楽しめないですよ。で一番楽しいのが無職になった当日と、そして無職になってからの2ヶ月ぐらいだと思うんですよね。私はもう天国を感じてましたから、少なくとも無職になるんだったら最初の数ヶ月ぐらいは今までの自分を解放してあげて、ちょっとストレス発散してほしいですよね。そういう意味でもやはり辞める前にきちっといろいろ考えて次のステップを、で給料は下がるものだと、そういうふうに認識して、その無職の世界に飛び込んでほしいと思いますね。笑っちゃダメなんですけどね、無職の世界は世界でありますからね。まあ今日はそういうことを思ったので動画にしました。ちょっと非常にくだらない話かもしれませんけれども、まあ機械化、2025年までに労働力の半分が機械化されるという話を聞いて、じゃあこれは失業者どんどん増えていくな、そういう世の中になるな、じゃあそういった失業者、今後無職になる人にアドバイスできること、経験者からないかなと思ったら、やはりですね、その、やる上では数ヶ月前からきっと計画を立てて、で、さらには給料落ちますよっていう認識は常にインプットしておかないとダメだなっていうことをお伝えしようかなと思いました。本日は以上です。いつもご視聴ありがとうございます。これから、ライブ配信よろしくお願いします。9時からさせていただきます。無職独身50代、ともでした。失礼します。